はい、ということで車中飯いただきたいと思います。いただきます。いただきます。後ろにチョコちゃんもいるんですけど、サルだから、うん、いただきます。なんかみんなあったかい系、うん、あったかい系買ってきたりしてて、私は春雨パイタンラーメンにしました。俺これシナそば、シナそば300ちょっとカロリーだった、うん、カップラーメン久しぶりじゃない、うん、これ春雨スープの担々麺とか、佐野さんかな、これ佐野さんって書いてない、うん、ね、佐野さんの、うん、300ちょっとなんだね、カロリーね、うん、これ ね、 ね、そこまでめちゃめちゃあるわけじゃなくて、久しぶりのカップラーメンどうですか、うん、はい、やっぱ釣りやった後のカップラーメンは最高、うん、釣りやった後のラーメンは最高、カップラーメンは温まるよね、うん、これエースコックの春雨ラーメン、うん、これ美味しい、うん、美味しい、これ本当パイタン、よかったよ、なんか春雨がちょっと平べったい麺で、うん、食べ応えある、あの細くないから結構、あーカップ麺ってほんと久しぶり食った、うまい、うん、久しぶりにカップラーメン食べると美味しいよね、めちゃめちゃうまい、これだけど今日ちょっと寒いのかなと思ったけど、うん、全然寒くはなかった、本当に、うん、あそこいつも行くと結構寒いんだよね、うん、釣り場的に、だけど全然寒くない、今外気温17度だったよ、うん、風がないからか、風がなかったから多分寒くなかった全然、うん、俺300これちょっととサラダだと一食のカロリー足りないんだよね、うん、ちょい少ないよね、うん、ちょっとこれじゃ少なすぎる、うん、少ない、700カロリーぐらいだからね一食、そうだね、うん、あ、焼き芋食べちゃう、焼き芋もあるよ、うん、焼き芋ね、うん、来る時にねスーパーで焼き芋買ったんですよ、でお昼ちょっとバタバタして食べれなかったので、いただきたい、でこっマジで、うん、ずんぐりむっくりでかっ、うまい、美味しそう、ずんぐりむっくり系で食べる、あ、半分こしようよ、みんなで食べようって言って買ったの、2個あるから、うん、2本あるから半分ずつ、半分ずつ、うんうん、はい、やっぱり1本じゃなくてよかったじゃん、うん、ね、本当だよね、でしょ、うん、2本買ってよかった、4本だとさすがに多いよね、うん、そうなんだよね、あ、割ろうか、お、お、いいね、じゃーん、どう、お、いいね、本当はあったかい方がいいんですけどね、うん、まあ、しょうがないんですよ、うん、シルクスイートだって、うん、これクロワッサン食べる、うん、いいよ、いいから食べる、食べていいよ、私メロンパン食べるから、メロンパンはちょっと待って、これはパパはいらないよ、いい、パパもちいたらさ、食べる、うん、食べる、食べて食べて、これ、ね、めちゃくちゃ美味しかったんですよ、クロワッサンの安納芋、うん、なんか期間限定って本当うまいな、それは、うん、そのクロワッサン、あれどこのスーパーだっけ、鮮度だって、うん、鮮度が、俺もめちゃめちゃ気になった、やっぱりゆか同じの買うよな、あ、本当あれうまかった、ごちそうさまでした、佐野さんの品そば、うん、めちゃめちゃうまかったよ、あ、早っ早これ美味しかった、あっさりしてるけど、あ、ほんと、めちゃめちゃ美味しかったみたいです、このもっちりパンがもう一個食べたい、もう一回食べたい、このもっちりパンがめちゃめちゃうまい、あそこのスーパーの美味しいよね、うんうん、来る途中にスーパーがあって、そこのスーパーが鮮度なんですけど、スーパー内でパン屋さんがあるんだよね、うん、でそこのパン屋さんで焼いてるみたいな感じのだったんだけど、うん、なんかお弁当と悩んで、お弁当もね安かったの、天ぷらの盛り合わせ498円だった、あれすっげー、めちゃくちゃ安かったよね、うん、ご当地スーパーだろうね、ああ、ね、そっか、ごちそうさまでした、完食です、ということで私はうまいの、やっぱり美味しいんですよ、お昼に買ったかぼちゃのパンも美味しかったの、ま
た食べたいなと思うぐらい美味しかった。うん、なんかね、うん、クロワッサンって言ってもさ、サクサク系じゃないんだよね、うん、ちょっともちっとしたクロワッサンで、うん、この安納芋が入ってる系のパンってさ、うん、美味しくない？美味しい。まあ、正直当たり外れあるんですけど、うん、当たりです。ゆうたはどう味なの？うん、美味しいよ。美味しい。甘い、うん、めっちゃガツンって感じじゃないけど、ほのかに甘い感じ。あ、ほんとに、うん、メロンパン、はい、うん、3つあるよ。もうこれ多分、これもうマックスカロリー。マックスマックスカロリー。もういらない？芋。あ、じゃあ芋芋いる。芋いい？結構大きいからね。ずんぐり。あ、すごい。めちゃめちゃずんぐり。あ、めっちゃずんぐりばっかりだ。どう？うん。ニトッとしてる。これ、うん、これこういうお芋なんじゃない？うん、シルクスイートって感じ。うん、ねっとりした感じで、甘さは控えめだね。うん。本当に。うん。ただやっぱり冷めちゃってるからっていうのもあるのかも。あ、そっか。うん。冷めてなければもうちょっとかもしれない。うん、チューブバターをゲットしたのであった。やった。やった。チューブバター。ほんまで。はい。もうなくなっちゃったじゃん。ある、まだ半分。ちょっと半分。はい。向いた。なんかさ、最近さ、うん、もうなんかジムに乗るときシートヒーターなんだよね。あ、そうなの？うん。それでうまい。あ、うまい。あ、これうまい。あ、まあいいや。あ、美味しいな、これ。あ、これバターやるとうめえ。これ絶対美味しいでしょ。これ、あの、急激にうまくなった。マジでバター3分の1。うまっ。結局ね、バター好きなんですよ。ママ。あ、くっつく。これちょっとした塩分入ってるな。入ってる。だから美味しいんじゃない？もう。美味しい。うまい。うまい。これあると全然違う。これさ、カロリーさ、ちょっと上がるのは分かってるんですけど、あの、あんまり甘くないから、うん、いいね、うん、これねっとりしてるところもあってうますぎチョコにあげてあ、ありがとう。ちょっとピンボケしちゃってるけど、あ、あざす。ちょっとピンきてないかな。おいしいチョコ。こんな感じ。あ、チョコちゃんもらってるの？そう。あ、やったー。お腹すいたもんね。かわいい。焼き芋は最高じゃん。最高な、最高のおやつ。大好きなやつ、ね、これダメよ、これダメ。カロリーミット若干オーバーだよ、これ多分。だってバターたっぷり塗っちゃってる。バター塗って食べちゃったからちょっとオーバー。美味しかっただけど、うん、美味しかった。はい、はい、ゆかり、ありがとう。美味しかったです。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。